他の兄弟たちは誰も気づいてないのかしら。クラウストルドルフは気づかないと思う。でもキリエは分からない。あいつおかしな勘が鋭いよ。あとはローザも分からない。ローザもグドンよ。昔から呆れるくらいにね。そう、あなたにグドンと思い込ませて必要な恨みを買わない程度には賢いと思う。あった、これになら乗ってるかしら。 なるほど、鮎の川ってそういう意味なの。もたもたしないでさらに調べて。分かってる。川を下ればやがて里は悟って、町や村っていう人口に周知だもの。そんなのいからでもあるわよ。どうして思考を停止するの。嫌なら辞めちゃえば。後ろ宮家の当主は切り絵に譲っちゃえば。 6文字じゃないわ。これが答えに間違いないって断言できるけど、これは全然6文字に満たない。私肯定し、ならそれを6文字で読める方法を考えなさい。思いつかないなら調べなさい。きっと答えはそれを疑ってはダメ。それが信じられないならとっとと泣き寝入りでもして、へそでも変えて死んじゃえば。 鍵を指す鍵穴はあそこしかない。生贄に捧げるのはきっとあれ。もう分かるよ。